満州国飛行隊の国籍マーク飛行隊とは、満州国に設置された満州国軍の航空部隊。満州国飛行隊1937年2月、満州国軍内に飛行隊が発足した。基地は、新疆の満州航空の飛行場を共同使用する形で設けられ、主な配備機種としては97式戦闘機、1式戦闘機などがあった。その後、 皇帝や春ンに猛飛行隊が相次いで設置された。1940年には独自の司令部が設けられた。1940年に航空機操縦士を養成する陸軍飛行学校が開校した。陸軍を監しているが、軍人だけでなく、満州航空の乗組員や飛行家など民間人の操縦要員も教育していた。1941年12月に日本は、 イギリスやアメリカに宣戦線布告し、応答は戦争に突入したが、満州国は宣戦線布告せず、その後も、主な戦場から遠く離れた満州国内は、平成を保った。しかし1945年に入ると、工業地帯や、軍の基地などが、イギリス領インド帝国経由で、中華民国内陸部の生徒基地から飛来した、アメリカ軍の爆撃機などの攻撃をたびたび受け、 これらの爆撃機と満州国飛行隊の戦闘機との空中戦が行われ、乱火特別攻撃隊という特別攻撃隊が編成され、アメリカ軍のボーイング B-29 に向けて体当たり攻撃を行った。1941年、野口雄二郎総兵森田中治。ありがとうございます。